王国胸ギリス、香港、オーストラリアの婦人科学科、大英帝国勲章受賞者、1938年から1956年まで香港大学産婦人科の教授を務めた。在任中には香港大学医学部長や香港大学副総長などの養殖を兼任したことがある。日本占領時期の香港では重慶死に逃げ、 他の香港を脱出した香港大学生を助け出し、約350人の恩恵を受けた。王国宗は1926年にイギリスから香港に来る。1938年に寄港前記載に北京共和院と山東人城大学に勤め、1941年の香港の戦いで大学病院を主幹し、同年12月25日あたりまで、 日本占領時期の香港に残り、翌年2月に、派体新博士の協力で脱出し、重慶市に到着した。そこでは、中中英国大使館や教育部などの協力を得て、香港を脱出した香港大学の学生約350人を迎え入れることができた。香港大学大学生を現地一帯の大学に学ばせ、学業に復帰させた。 シンガポール国立大学で学業を続けている香港大学生のうち約140人が香港大学医科生だった。これらの医科生が英国医学総会の承認を受けない可能性があることを考えして王国宗は彼らに対して医学総会に登録を申請する資格を取った。戦後の1946年から1948年にかけて4つの大学で 香港大学を修復し、香港大学医学部応急委員会から医学総会で認められた医学部の学位を授与された。王国宗は戦後、香港大学の再編に力を入れ、1956年に香港大学を離れた後、オーストラリアの西オーストラリア大学とケニアの東、アフリカ大学の早々医学院を支援し、病院の院長を務めた。 王国宗は1926年に英国王立月会に選出され、1929年に英国産科学部の医師として選出され、彼の貢献を認めて、1953年に英国裁判所で大英帝国勲章の栄誉を、1971年と1973年には、それぞれに市オーストラリア大学と香港大学の名誉博士号を授与された。 王国胸は1900年7月7日、イギリスのロンドンで生まれ、父親はフレデリック・ヘンドリック・キング・バプテスト教会牧師。彼は1911年から1915年まで、ブリストル文法学校に在学。第一次世界大戦の終盤である1918年、第六英国リバプールに入隊し、主観の完成になった。第一次世界大戦が終わった後、 1919年に、ロンドン大学のロンドン大学医学部、ロンドン医科大学に入学した。1924年に、英国王立外科医大学院の学部長で、王立内科医協会の資格を得て、1926年には、英国王立外科医大学院の学者に選出された。1926年に、イギリスバプテスト電動会社に入り、医療専教師として、 国立台北教育大学に入り、共和病院で産婦人科助教授として働きながら、極東で数年間活動してきた学者、カレッジは1929年に英国女性科学アカデミーに選出された。それから5年のの1931年、女王が不安定なことから、三島省聖路大学医学院に移り、中国発の家族計画クリニックを設立。 王国宗はこれまでの林業産教授と病理学者の子、法明などの学者と知り合い、親しくなった。1938年、王国宗はシンガポール国立大学選挙区の動きで、香港に移り、香港大学医学部さん婦人科学科主任、講義科教授に任用され、同年、香港特別行政区政府から助産主管理局の委員に任命された。また、 メアリー病院参加専門医を兼任している。1940年には、ライオンズ教授の公認として、港大医学部の学長に就任した。また、王国宗は1940年から1941年にかけて新たに設立された香港看護師助産師会と助産師条例の改正について関与している、連鎖的な討論は、 立法局が1941年9月に助産師案を可決した。改正によると助産師はもともと義務総監を委員長とし、7人の医師が委員として参加することになっている。管理局内には初めて助産師を代表する席が設けられる。公安計画については、市人の全職員課程を再び受けなければならない。今回の改正案は、 管理局に復讐過程に関する権限を委任し、王国胸などを通じて取り締まることにした。このような人々の生計に影響を及ぼさないように、万50歳以上の助産師の場合、復讐過程に参加できるようにした規定を緩和することで合意した。改正案が可決された日、王国胸は、立法局の過人非公式のラモンキン議員から、公安開発計画の総案作成の際に、 提供した多くの意見に対して感謝の意を表明した。しかし、ほどなくして、日本軍は1941年12月8日、香港で香港の戦い一触即発した。抵抗を繰り返した香港総督マークエ H 村、ヤングは同年12月25日、日本占領時期の香港に無条件降伏を宣言した。保衛戦の間、王国旨は 香港大学大学のプラジャーパティを率いて、リックプラジャーパティ大学救済病院の臨時設置を主導し、メアリー病院の満員で受け入れることができなかった患者の受け入れに協力した日本の国籍に属する外国人が高知収容所に送られたが、王国旨は日本側の許可を得て市街地に残り、大学病院、メアリー病院、スポンサー病院の経営を維持した。 1942年2月、大学病院の閉鎖を控えた一王国宗は、大学の同僚である最高市医師の助けを受けて、最高市村を経て、香港を脱出した、いくつかの折り返しの末に、慶州市、上がり江、広葉市、金城港区ビルマ航路を経て、同年4月、国民政府の戦時首都であった重慶市に到着した。中国語を話す、彼は途中で、 大きな混乱に合わなかった。王国胸が香港を脱出したというニュースに日本は、ポルトガルのリスボン駐在英国大使を通じて、重慶の中華大学中中国大使に王国胸の香港への復帰を要請した。英国側が日本側の要求を拒否したため、王国胸は香港に帰ってこなかったため、処刑の対象から逃れた。 戦火で破壊された香港大学重慶に身を置いていた王国宗はもともと王立陸軍医療人に入隊する予定だったが香港を脱出した香港大学の学生たちが学業を中断したのを目の当たりにして学業回復に協力するという趣旨に変わった。当時王国宗は重慶に香港難民救護局を置いており 香港人地域を脱出した香港市民団体の支援を受けて救済局布設大学救護活動団を設置した。香港を脱出した香港大学たちに経済を提供し、資金は英国大使館側が提供した。同じ時、王国旨で中国教育部長官が大陸の学校で学業を続けられるようにし、失業に陥らないようにすると約束した。このため、 王国旨は1942年4月から6月にかけて、起用し、流州市、極校、香港大学などを回りながら、全国各地に散在している香港大学学生127人と連絡を取ることに成功した。その後、香港大学を受験した学生の数は、1943年12月までは346人と、 少なくなくなったが、学校が休校する前に、約600人の生徒の半分以上を占めるほど増えた。重慶滞在期間中、王国宗は、上海医科大学国立大学院長を経て、婦人科、産婦人科の教授として招聘され、戦時学校の敷地で歌を教えた。そして、事務所を設けて、香港大学大学生を現地の学校に転校させる。 香港大学の学生をより効率的に学業に戻し、その生活に従事するため香港大学救済委員会を設置。メンバーは中国外交部や教育部などの政府機関、中中英国大使館、香港大学の代表が王国胸は委員の一人だった。1944年1月までには王国胸などの協力を得て、生徒市極校、名は などにに移り、学校通っていた。国立中央大学、石膏大学、国立中西大学、重慶大学、中山大学、宮比例協会国立小宮比医学大学、重慶大学女子大学、厚生大学、西南連合大学、国立上海医学大学、国立西南連合大学、愛科大学が含まれている。 戦時の交通は不便だったが、1943年12月、王国胸が香港を脱出した陳平神氏を英国に連れて行くことに成功し、1944年2月に、香港大学大学生のローズ小学生度を配置したで博士号を取る。一方、王国胸などから迎えを受けた香港大学の中には、香港大学以下生も少なくない。 1942に至るまで、この医科生は、約140人で、厚生省、峰南大学、国立小宮美医科大学、国立上海医学院、国立中山大学の6つの大学に配置された。これらの医科生が、シンガポール国立大学に在学中であることを考慮すれば、英国医学総会の承認を受けない可能性があることを考慮すれば、 王国胸は1942年12月、医学総会に所管を送り、医学総会が大学1年生を認めることを望む。すべての大学院で在学中の香港大学は、これらの医科生が医学総会に登録履修を申請する資格を与えている。王国胸は手で、これらの医科生はいずれも中国教育部が永久と評価している学校に通っているため、博士課程は、 港大医学院と同レベルだという。医学総会がこれらの学生の資格を認めなければ、香港の今後の復旧作業に支障をきたすと考えている。外務、英連邦大臣の支援を受けて、医学総会は1943年5月に真っ向から対応し、同年9月に認可基準を設け、1944年6月に王国旨を正式に承認することを提案した。 しかし、結局、国立上海医学院、国立正宮美医学大学、南南大学、香港大学という4つの大学の医学部のみが、的確だ。王国宗は、1944年9月に英国に戻ってきたが、これまで、関係当局と学歴認可問題について相談したことがある。その後、1945年3月、 王立陸軍医療兵団の将校として、重慶に帰還し、日本が降伏した後、香港を取り戻す準備を整えた。1945年8月15日、日本は無条件降伏を宣言し、日本占領時期の香港に終止符を打つと宣言した。香港重工後、王家の陸軍医療兵団である中佐として、香港に戻り、中上司令官が主催する。 臨時軍事政府の府中で副総監を務めた。公立病院や診療所を短時間で再建する医療。数密院は医学総会の演奏の元数密院直例を発行して香港大学に医学部の香港大学委員会を設置することを承認した。そこでは中国の医学生が中国で活動を続けていた時代の医学生について考察されている。 非常対策委員会は、ライオンズ大佐と王国ムネラの5人で構成されており、1946年、初めに初会議を開き、1948年12月に最後の会議を開き、慎重に検討した結果、大陸で学業を続けている、香港大学の医師63人が参加した、緊急委員会の推薦で、香港大学を受ける。1947年に復帰した、 王国宗は産婦人科学課長兼講義教授に復帰し、1948年から港大医学部の学部長に復帰した。1950年から1951年までの医学部長はドクター・ SM ・バンフル博士が、1950年から1954年まで王国宗が兼任していました。彼は1954年から1955年まで、 副総長を兼任した。王国宗は戦後の香港大学の再編に取り組み戦後初期の不況から徐々に回復しつつあった。また、メアリー病院とスポンサー病院の教育に専念した。産婦人科は英国王立産婦人科医学部の認可を受けた。産婦人科のカリキュラムは英国王立産婦人科医学部の承認を受けた。西江湾病院にある スポーツ病院の新しい場所、香港大学の発展に、加えて、王国胸は、香港戦後の家族計画に注目しており、1938年から、数年間、香港郵政学会の会長に就任し、開戦は1950年、香港家族計画指導会に名前を変えた。その後、1955年から1956年まで、会長に就任した。王国胸は、 指導会の就任中に計画出産を積極的に推奨し、婦人科の傾向を兼ねて、香港の産婦人改良療サービスを改善する。国王の採下を得て、香港ジョッキークラブが350万の香港ドルを寄付して、スポンサー病院の新しい場所を作った。西江湾病院にある、スポンサー病院の新しいアドレスは1952年10月に、組織を行い、 1955年6月に閉鎖された。香港の産婦人改良サービスへの彼の貢献を称えるために、1953年6月、エリザベス2世の授賞式で英国のに選ばれた。1956年、王国胸は長年にわたって香港大学に在留し、産婦人科学課長や講義教授を解任され、友人の イシ新教授が新部長、教授に任命された。その翌年、彼はオーストラリアに移り、新しく設立された医学部で、総医産婦人科の講義を担当した。また、パース王立病院名誉参加子も一として、学者、アカデミー博士に任命された。1957年から1960年まで、1962年から1964年にかけて、 王国宗は、西オーストラリア大学医学部の創立者を兼ねて、彼はこの学校の医学部の初期の発展に、重要な基礎を、地区いた。産婦人科学科の教授として在職していたが、1965年になって、ようやく学校側に退いたが、退任した翌年、坂江急講義教授に任用され、パウス委員長である、坂江急参加の顧問医師として働いた。 西オーストラリア大学医学部を退学したにも、かかわらず、1965年から1966年まで、英国王立産婦人会学部オーストラリア理事会の会長を務めた。オーストラリアの国際関係の調整で、1967年に、ケニア政府の要請で、東アフリカ大学医学部の設立に協力し、委員長に就任した。 1969年に退任した同校の医学部は、1970年にナイロビ大学の一部に改編され、偉大の教育を受けた学生は1972年に卒業した。1971年に、再び王国宗は、香港に戻り、香港家族計画誌、会の総監督を務め、家族画のキャンペーンを宣伝し、1973年に退任した。 特に国際連合世界保健機関の調整で1971年に台湾と韓国の医療顧問を兼ねて地元の産婦人改良サービスにアドバイスを行った。王国旨は婦人科と産科領域に長年の教育と医療の経験を持ち、特に法上期待子宮外妊娠、マラカントリーについての研究がさらに進んでいる。これまで 産婦人科における彼の貢献度を確認するため、米国産婦人科婦人科医と学者の名誉教授に選ばれ、西オーストラリア大学で名誉博士の学位を授与した。1978年8月にオーストラリア産婦人科医学部が設立され翌年にオーストラリア産婦人科医学部の学者大学に選ばれた。1980年にはロイヤルタイトルを獲得したことで、 オーストラリア王立参加大学学者大学と改名された。王国宗と香港大学大学院学部は長年にわたって特に戦時や戦後の功績を称えるために王国宗と香港大学大学院学部は長年の功績を称えるために彼の名を取った王国胸産婦人科賞が特別に設けられている。1973年までにさらに彼に 博士の学位を授与して、お礼として彼に授与した。香港大学の名誉博士号を受けた同年、王国胸は港大医学部が永久の畑江新教授は特別招待講演者として招待された。香港特別行政区政府も、香港島の半山区博物館内の香港医学博物館に王国胸の講義室を設けて、 香港の医療や医学分野での貢献度を評価している。晩年の王国旨は、オーストラリアのパースカ藩に住み、引退生活を送っていたが、香港に戻って、旧友や昔の同僚を訪ねたりもした。1979年、英国王立産婦人科学アカデミーが、創立記念を立ち上げたのは1979年で、英国王立産科学アカデミーが創立された。 1987年、香港大学医学部で開催された100周年。彼はすでに87歳になったが、家族と共に帰国して祝賀行事に参加した。数年後、王国胸は1991年10月4日に、パウスで亡くなった。91歳だった。香港の医学博物館には、王国胸演説室が設けられている1927年4月9日。 王国胸は ST エリソンの娘と医師であるメリーエリソンと結婚した。アリソン、マーガレット、エレンの3人の娘がいる。マーガレットとエレンは香港医科大学を卒業した。前者はオーストラリアのタスマニアのロイヤルホバート病院で血液学者であり、後者はキャンベラで個人的に練習した。最年長の娘アリスはスコットランドで学士号を取得しており、 その後、ウェスタン・オーストラリア大学で英語の講師を務めた。第二次世界大戦後半、王国胸は極東での緊張を一時的に避けるために妻と娘をオーストラリアに派遣したため、香港が倒れた時には王国胸は香港に泊まった。香港大学で戦後訓練を行っていた時、1951年に完成した女子会館に王国と彼の家族が住んでいた。 彼は、婦人の同東婦人の妻が、家の最初のハウスキーパーだった。1967年、王国胸は、妻の病死でショックを受け、1968年6月14日に、家族の友人であるドクター・チューベックと1913年から2005年を再婚した。周目同祖籍の福建省めぐみ安県では、父親が、 周久市凶牧師で、家の中では三卵五女のうち最も小さい。1949年、シンガポール国立大学大陸政局の時、香港に移住し、植物学の講師として働いていた時、王国胸を知り合い、イギリスロンドン大学で、長年研究と教育を行い、博士号を取得した。結婚後、晩年に、オーストラリアのパースに住み、王国胸の後ろに続き、 二番目の王国胸の夫人が A ロンドンに移住し2005年に他界した。彼女は戦時協力香港大学大学生の学業、記録回復のための記録を夫のために保管し、家族の子孫から香港大学へと学業記録を保管していた。医学では王国の暇な時の主な関心として楽話写真も含まれる。ありがとうございます。